福音書記者、福音書記者、福音書記者、ドイツ語、エヴァンゲリストとは、キリスト教の新約聖書に収められている四つの聖典、福音書の記者を指す。したがって、伝統的な見地からは四名の福音書記者がいる。マルコ福音書のマルコ、マタイ福音書のマタイ、ルカ福音書のルカ、そして、ヨハネ福音書の記者ヨハネである。福音や福音記者とも、 日本正教会ではとして、福音記者もしくは福音者と称される。現代は、転じて、それら四文書の著者の呼び名として、新約聖書学などで使われる一方、キリスト教信仰の現場においては、伝統的な用法も守られている。キリスト教において、四福音書が聖典とされたのは、紀元四世紀のことであり、伝統的に、キリスト教においては、これらの四つの、 福音書は、イエス・キリストの実機弟子弟子と呼ばれる人々がもので、あると考えられてきた、ルカとマルコはいくらか異なるが、マタイとヨハネは、イエスの十二使徒の中の二人だと伝承では考えられた。福音記者は、マタイ、ヨハネ、ルカ及びマルコである。すなわちこれら四人のうち、最初の二人は十二使徒、マタイ十、二から四であり、 他の二人はそれぞれパウロ及びペトロの弟子とされている。近代の研究では、これらの聖伝を、批評的に分析され、マルコ及びルカを、それぞれの福音の作者とすることに、支障は生じていない。しかしマタイ及びヨハネを、それぞれの福音の作者とすることの妥当について、より厳格な姿勢を示している。この場合、福音の作者とは由来する使との伝承を示すのであり、 作者自身が福音を書き記したのではないとされている。これらが聖書聖典として認められたのは、それが使徒の権威を持っていたからである。使徒パウロは、マタイによる福音書、ルカによる福音書が旧約聖書と同じ権威を持っていると認めた第1手手5時18分。また、クレメンスの手紙で、イザヤ書とマタイの福音書が同等の権威として引用されている。 エーデナイオスは、聖書がすでに持っている権威に基づいて、教会は、聖書聖典を承認、保存し、受け入れるのだとした。四人の福音書記者たちは、伝統的キリスト教美術における象徴表現では、三種類の動物と一人の人間の姿で表現された。その組み合わせは、東西で若干異なる、イカ製法教会での例を示す。 4福音書記者それぞれの症状の起源は、新約聖書、ヨハネの目視録の第4章6節から8節に記されているヨハネの原種である、神の玉座の周りに控える4種類の天使的存在の記述から来ていると考えられる。ヨハネは6枚の翼を持ち、多数の目を持つ天使的な生き物が玉座の周囲に控えていたと記述しており、その姿は第1が、 死死、第二がおうし、第三が人の顔、第四がわしのような姿であったとしている。ヨハネが原始したものは、御使いとしての天使ではなく、正体不明な天敵存在としての天使である。また、旧約聖書、エゼケール書にも、預言者エゼケールが不可解な四体、四人の天敵存在に出会ったことが記述されており、それは、人の姿を持つが、四枚の翼を持ち、 それぞれ四つの顔を持っていたとされるエゼキエル書第一章。この四つの顔は人の顔、獅子の顔、牛の顔、鷲の顔であったとされる。人間も含めて四種類の生き物はキリスト教の解釈において人は人間としてのキリストの誕生、牛は十字架における軽視における犠牲の動物、獅子は復活におけるキリスト、そして鷲は 焦点におけるキリストであると解釈された。ウルガータ聖書を翻訳、編纂したヒエロニムスは、それぞれの福音書記者が記した福音書の特徴から、このような象徴の意味を説明した。マタイ福音書は、人間イエスキリストの紹介と、彼の人間としての祖先の系譜の記述からその福音書を記している。それゆえに、翼ある人がマタイの象徴となる。 また、マルコ福音書では、洗礼者ヨハネが最初に登場するのであり、彼は、砂漠の獅子である。それゆえに、翼ある獅子が、マルコの象徴となる。他方、ルカ福音書は、母マリアがいかにして、イエズスを見ごもったかを、エリサベツと、被災、ザカリアの話より記述しており、ザカリアは、被災として、犠牲の牛を捧げる役割を持っている。それゆえ、翼ある牛が、 ルカの象徴となる。そして、ヨハネ福音書は、その冒頭で、はじめに、ロゴス、言葉があったと書き始めている。言葉は、万物を超える高みより、天をかけて地上へと訪れた。それゆえ、わしがヨハネの象徴となるのである。近代より、近世にかけて、新約聖書を、文献学的、歴史学的に吟味し、考察する研究が起こった。 19世紀には、高等批評と呼ばれる、新約聖書学が成立し、歴史的に誰がこれらの福音書の著者であるのか、各福音書の成立の事情や、相互関係を調べていく中で、それぞれの福音書の文書としての成立が、紀元1世紀後半から2世紀初頭にわたると、主張さた。このため、 伝統的なイエスの時期で死である人が福音書の著者であるという見解は訂正され、マルコ、マタイ、ルカ、ヨハネの4人は実際に福音書を書いた人の名がこのようなものであった川に自家で死である人、または死との弟子等ではなく、それぞれに立場をことにする原始キリスト教の信徒ないし、信徒集団であったと考えられた。また、マルコ、マタイ、 ルカの三福音書は、その記述内容において、類似したイエスの言葉などが含まれ、相互に比較してみることができるため、共感福音書と呼ばれるが、これらの共通するイエスの言葉の背景に、先行する、旧、ドイツ語、ケル、イコール資料の頭文字と呼ばれるイエスの語録集が存在することが考えられた。現在では、三人の福音書記者、そして、ヨハネもまた、 この旧資料を参照していることは確実であるとされ、ここから福音書記者たちは旧のような語録集やイエスの奇跡物語集などをもとに編集によって福音書を作ったのだということが確認された。このことは古来より文献にその名が知られていたが歴史的に現象されていなかったトマス福音がナグハマディ写本の発見とともに写本の中より見出されたことにより、 さらに、裏付けが得られた。四人の福音書記者は、先行する様々な資料をもとに、福音書を編集したとしても、それぞれ異なるキリスト理解や、教会理解、教義解釈を持っており、独自に執筆されたことには、疑いがない。それぞれの福音書の記者が一人であったのか、または、複数の人の共同執筆なのか議論があるが、内容の一貫性からして、 ほぼ一人の執筆者が、それぞれの福音書を執筆したと現在では考えられている。なお、ルカ福音書の記者であるルカは、記事の内容や思想的立場、また文体等より、首都行伝の記者でもあると考えられている。また、ヨハネの目視録の筆者とヨハネ福音書の記者ヨハネは、伝承では同一人物だとされていたが、現在では思想的にも、 文体的にも全く別人であるとされている。分析心理学を提唱したカールグスタフ・ユングは、神聖数には3と4があり、3は男性的神聖数で、4は女性的神聖数、そして4は宇宙の普遍数であるとした。キリスト教は男性系宗教であるため、三位一体に見られるように3を 神聖数とするが、しかしそのキリスト教の内部にも、四の神聖数が使われているとして、福音初期者が四人であること、それらが円的な秩序で配置されていることを挙げた。ユングは、心の機能類型というものを、また提唱し、人間の心は、思考、感情の二つの合理機能と、感覚、直感の二つの非合理的機能、を、合わせて四つの心の機能があるとした。 人間は、この四つの心的機能のうち、いずれか一つを主要機能として使用するとされ、人間は主要機能はよく発達させているが、ジオの機能は未発達で無意識的であるのが一般とした。そのことを示す例として、ユングは四人の福音初期者が象徴で表現されるとき、その中の一人だけが人間で表され、他は動物で象徴されていることを指摘し、 人間で象徴されるのが心の使用機能に対応し動物で象徴されるのは未発達で無意識的な残り3つの機能であるとした。福音初期者の伝統的象徴では人間を象徴とするのはマタイであるがマタイが特に福音初期者の中で卓越しているというような意味ではない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。